スティーブ・ポーカロは、アメリカの主にセッションミュージシャンとして活動する、キーボード奏者。TOTO のオリジナルメンバーとして有名。同じく TOTO のメンバーであるドラムスのジェフ・ポーカロ、ベースのマイク・ポーカロは共に実形。ジャズ・パーカッショニスト、ドラマーのジョー・ポーカロはジップ。コネチカット州ハートフォード出身のイタリア系、アメリカ人。1978年、兄のジェフや、 友人のスティーブル・カサーラと東東を結成。デビューアルバム、宇宙の騎士及びシングル、ホールド・ザ・ラインが、本国、アメリカ及び世界的にヒット。以降、1986年にリリースされた6作目のアルバム、ファーレン・ハイトまで、正式メンバーとして在籍。同作を最後に脱退したが、以降もライブには参加しないものの、セッションミュージシャンという形で、 東京の作品ほぼすべてに参加を続けており、ただ単にメンバークレジットから名前が外れただけとも言える。東京在籍時からマイケル・ジャクソンをはじめ数多くのアーティストの作品でプレイや作曲参加し、東京を脱退した後も他のバンドやミュージシャンとのセッションや映画音楽を手掛けるなど、現在に至るまで音楽家として活動を続けている。その後も、 TOTO では、スティーブ・ルカサーから正式メンバー復帰を熱望されており、2010年には、兄であるマイク・ポーカロが発症した ALS の支援と応援のための TOTO 期間限定再結成ツアーに、ペイチ、ルカサーと共に参加。以後、TOTO としての活動にメンバーとして貢献している。基本的には、セッションミュージシャンとして様々な音楽ジャンルに柔軟に対応している。 TOTO では音楽的特徴の一つであるシンセサイザーによるスペーシーと形容される空間的な広がりを持たせる音色やきらびやかな音色またホーンセクションを担当していた同じく TOTO のキーボーディストであるデビッド・ペイチが主に担当するオシャレでオーソドックスなピアノやオルガン類とは対局のサウンドプレイでありツインキーボードの利点を生かしていた 当時の使用機材としては、日本楽器製造製の CS-80、デラックス -7 などが有名。同時に一部の楽曲で、リードボーカルも担当しており、基本的には、自作曲で歌声を披露している。中音域中心の柔らかい声質が特徴である。ありがとうございます。